次の曲はもうね、全然話と関係ないんですけど、めまいという曲で、激しめの曲を歌いたくて作った曲です。聴いてください、めまい。何かが刺さった、好きになってしまった。すぐに気づいたの、わがままな方じゃない。なのにあなたがわがままにさせた。次でもう最後の曲なんですけど、これももう毎度毎度ありがとうございます毎度毎度毎回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 ってなんか怒ってるみたいな。そう、なんか今年はほんまに初めてのことがいっぱいで、まず音楽活動をちゃんとし始めたのも今年からで、でオリジナル曲作ったのも今年からで、で8月はいつもなんか月に1回でライブハウス出るか出やへんかみたいな感じやったんですけど、8月に5本出させてもらったりとか、ほんまに初めてのことがいっぱいで、レコーディングするのも初めてで、
て、まあ、12月で今年も終わるんですけど、また来年はもっと来年はもう高校も卒業して音楽活動に専念したいと思ってるんで、これからも初めましての方もよかったら一層ひなをよろしくお願いします。よかったら名刺置いてるんで、もらって帰ってください。あっちにあるんで、よかったら。